行くぞみんな、俺に続けはい、うん、私も行こう。くらえたくらえはたた力を一つに、うん、いい調子だな私があなたたちを守りましょう。害悪を選定します 害悪を選定します。受け継いだ意志を力に。 見送りはここまでとしよう。この道をまっすぐ進むのだ。聖なる木エの道のりは、ナームの頭の中にあるはずだ。迷うことはないだろう。うんバッチリだよ道案内は任せてどうか、ネデウと息子を止めてくれ。頼む。 ああ、任せてくれ。フィンローだ。礼を言わせてくれ。あなたがすべて話してくれたおかげで、進むべき道が見えた気がするよ。そうか。道中が無事であるよう祈っている。ああ、ありがとう。よし、みんな行こう ガトフ、すまない。また迷惑をかけるが、皆のことを頼んだぞ。フィン・ローダ、あなたも従前に注意してくれ。何やら嫌な予感がする。何者かが妖精国を混乱に陥れようとしているのかもしれん。うん。状況が収まり次第。 私も聖なる木へと向かうことにする。ガトフよ。昨晩話したこと、常に心に留めておいてくれ。うん、承知している。では、達者でな。少しペースを上げすぎているかな。みんな、大丈夫かい いえ、問題ありません。兄様、急ぎましょう。面倒ですが、歩くほかありませんわ。険しい道では、グランフィオラータに頼るわけには参りませんから。ふん。ガトフ、どうしたんださっきから妙に周囲を気にしているみたいだが。皆。 武器を手に取れ。先ほどから不穏な気配がする。周囲に正体不明の反応を観測。あ、本当です。誰かがいるみたいです。何者だ姿を現せ君たちは何も変わっていないようだな。 タルタロスさん。あなたが、どうしてここに。タルタロス、どいてくれないか俺たちは先を急いでいるんだ。虚構の人形よ。何故聖なる木へと至る。フィンローだから自身の正体をすでに聞いたのだろう。王の血を引くという事実。 いや、人であるという事実すら虚構であった魔人の人形よ。あ、あなたはなぜそのことを俺が何者であるか、今は関係ない。俺は、父上の思いを知りたい。ゼシアを助けたい。そして、ネデウとジンローダを止めたいんだ。 王の末裔という虚栄からいまだに抜け出せないかそれほどまでに王が偉大である証拠か王は思考にして無二にうつつにいでし無双の超越者英雄の皆を利用してきたこの男は万死に値するどのような形であろうとも王子は 陛下の意志を継がれるお方です意志を継ぐ <laughs> 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 王の意志は王だけが持ち得たもの。王が継いへ、意志も継いへたのだよ喰らう。 君がこのような男を盲信するのもあのお方の導きがなくなったがゆえクラウそして虚構の人形よあのお方を犠牲としたこの世界を滅ぼす前にまずは君たちに裁きを下すこととしようネガマスカレイド展開 来るか。みんな、戦いに備えるんだ我らはアギト残されし世界の、撃滅のアギトそう。我らはアギト王よ、見守りください。あなたの魂に、彼らを供物として捧げましょう 王よご勝乱ある世界を撃滅し王の魂を解放する負けるわけにいかない共に勝利をうん我らなら勝てるさ正義をたっ飛ぶ世界など狂っているありがとうハイパースラッシュ力を一つにオーバーザックア小賢しい 絆の力を見せようーー王を平和の煮えとした傍観者ともに鉄椎をクラウ君も王を殺めたのだよ力を一つに王の救済には世界のすべてが引きえだ助かった王の苦しみを理解しているのは私だけだこのまま一気に行くぞクラウ 力を一つに王の何がわかる<っ>おかげで戦える最後の足掻きに注意せよさこれで王の魂を踏みにじるのか喰らう受け継いだ意志を力に なんだあいついきなり殺気が消えたぞおいどうしたもう向かってこねえのか口ほどにもねえじゃねえかくだらぬなんだとくだらぬとそう言ったのだ君たちの戦いぶりは時期以下だ 王への供物にもならん喰らう君も気づいているはずだこの人形に猛獣する不毛さを君は自身を欺いているあのお方を失った時期ゆえかな何を言っているのですかそ 王子はたくさんの仲間に支えられていて王は右往など必要としない王は絶対にして唯一なのだあのお方の意志を継ぐ者など存在しないのだ王の戦いを見た者は誰もがその圧倒的な才覚と力に魅了されるたとえ 敵であったとしても最後の警告としようただひたすらにこの大泣き世界の滅びを待て聖なる木に来るのならば君たちは殲滅されることになる消えたくそ何だってんだ 次から次へと自分勝手な理屈を並べやがって。クラウ、あいつの言うことなんて気にすることないからな。はええ、もちろんです。クラウ、俺の力が偉大なアルベリウス王に及ばないことは、自分でももちろん理解している。でも、 俺は俺なりに、努力を重ねていくつもりだ。みんなのため、それから、自分自身のためにも。ええ。もちろん、わかっています。少々時間を取られてしまったが、進むとしよう。何を言われようとも、なすべきことは変わらないはずだ。ああ。聖なる木に急がなければ。 陛下の力は、努力などでは決して追いつけない、圧倒的なものでした。王子は、正当なアルベリア王家でなく、魔人の肉体から生まれた存在。人々を平和に導く存在として、大きな枷を背負うことになったのかもしれません。その大きな逆境に、 果たして耐えられるのでしょうかじ様、聖なる木の結界の解除に成功しましたよくやりましたこれで万端整ったというわけですね第七王子の一行も聖なる木に向かってきているそれともう一つ 何やら別の勢力も接近しているとのことですが。ああ。いよいよ始まるのね。ネレウ、行くわよ。ああ。さあみんな、進軍なさい我々妖精の新しい時代の幕を、自ら開くのです邪魔をする者に容赦はしない。 暁の必ず手に入れてみせるこっちの道だよそろそろ聖なる木が遠くに見えてくる頃かもああナムンありがとうみんな先を急ごう あら、ガトフどうかなさったのかしら何か物思いにふけているようですがふむ昨晩フィン・ローダと話し込んだ時になアルベリア王家の第五位王子が魔人を取り込んだというのは本当のことかああ 彼らからはそう聞いているが考えられん魔人は千年前の都市一つを容易に破壊するほどの力を持つはずだがその後の第五王子の消息はどうなっているいまだ行方知れずのようだ第二王子ファルエスに連れられていたそうだが 始まりの人ん世界を旅した妖精たちが各地の古文書や交渉にその名を見つけたというそれはそれほどまでの脅威なのか私にもわからない 昨今の世界をめぐる異常を見て、ふと思い出した言葉だが。フィン・ローダは何を感じ取ったのか。始まりにあまりにも情報が少なすぎるが、今は聖なる木に向かうことに注力しよう。アローラスよ。これよりお前の息子が聖なる木へ向かう。 お前が木に残した思いを確かめに行くのだ。友よ、どうか彼を見守っていてくれ。